PC に PC に版 FR サーカス208から210枠目ヨシベイさん、アラン・プロストさん、いらっしゃい。黒金さん、おはようございます。今日も一日よろしくお願いします。すずさん、サンチさん、おはようございます。ハロー、ラックスジュニア。現在ラックスジュニアの成績は2ポイント、ランキングナンバー7、あと13シーズン挑戦できる。はい、ディグザさん、ヨシベイさん、ありがとうございます。ラウンドナンバー3、イースタンマリノ、イモラ、ディスタンス 510.040km、 ラップ6、ウェザーファイン、セッティング。おはようございます。オレンジだったね。オッケーオッケー。10万石さん、11個目さん、おはようございます。フリーダム。さあ、ジュニア3戦目、移籍して初勝利なるか。ローラー、和骨院、和骨院、はい、いらっしゃい。 F1 サーカスイマリノ。危なかった。うん、ちょっと鼻水が。はい、おはようございます。ゴー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 。今日は合成ゴー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 。まあ、ユニア戦、ジュニア選手ラルースでの開幕2レースはアクシデントもあり、思った結果が出ていませんね。そうですね、まあこれから徐々にジュニア選手らしい走りがね、出てくれると思います。はい、おはようございます。おはようございます。 F1 グランプリ in サンマリノ。25秒すごいじゃない。今風、なんか風移されてるのに。はい、ノーコンキッドさん、森さんが一番さん、おはようございます。風気味とは思えない、わら、うん、おはようございます。おかんが旅行行ってなんかもらってきたな、絶対。おかんが帰ってきてから鼻水が出るようになったから。旅行なんか行っちゃいけないってはっきり分かんないね、全く。日本のアンチスレでは、いやもうちょっとアクシデントでリタイア増えてくれれば面白いのにな、との書き込みが、笑い。 No 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 アクシデント。育毛剤いる？育毛剤いらない、リアップ。今はあれが多いね、なんかね、ひよこの成分なんだっけ、ニューモ。わっ、危ねえ。トモモさんはよね、ニューモですね。ニューモがね、今ね、よく見えますね。ちょっとでもやべえと思ったら無理なさらないで。ありがとうございます。ゴー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 。あ、緑色の毛むくじゃらのやつ、スーモ。それスーモ。ゴーゴー。ニューモでココメドロシャンプーと脱毛の広告をよく見ます。ああ、よく見ますね。みんな髪に関心があるんだね、それだけね。私はコロナの時なんかいつもと違うなーからの息ができなくなるまで行きました。あらららら。今日は坂本勇人さんと山川穂高さんがスタンドに来ていますね。大変だ。坂本さんは謹慎じゃないから、まあ、彼独身だからね。まあね、山川はちょっとね、いかんよね。結婚して女遊びするなら結婚しちゃダメだよね。山川も下手したら中山ルートの可能性が。また巨人に行くかもしれないね。巨人に行ってなかったことになっちゃう。電撃遺跡じゃないですか、またしれっと。明日から、あれ、もうスキャンダルな話題で球界が盛り上がっちゃってますね。ジャイアンツのユニフォーム着てるみたいな。
っても起訴されたら巨人入りどころか契約解除の可能性が。ゴーゴーゴー。ネットは向かったことにしてくれないと思いますけどね。まあ女性は多分お金が欲しいんですから、お金を釣り上げるだけ釣り上げるんじゃないですかね、やっぱり。イエス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 、ゴー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 。今だとそういうトラップも多そうですからね。ハニートラップがありますからね、ハニトラが。ソフトバンク雪の線が消えましたね、これで。ゴー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 。うぶくで有名になった今やとかだったら嫌だけど面白い。ゴー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 。ジュニアも色々と似たようなネタを週刊誌で書かれていますよね。いやいや、もうジュニアもう大谷最上にストイックですからね。え、なに金なんか金ギャンブル、なにそれ、楽しいの？僕はそんなにギャンブルや お酒お飲み会飲み会とかギャンブルとか女とかに時間使ってる暇があったら僕はトレーニングしますよ。だってその 1,2 杯でトレーニングしたのが 2,3 時間トレーニングしたのが無駄になるかもしれないんですよ。そんなこと思ったら僕はお酒とか飲みませんよ。え、女遊びもできないし。僕はストイックですよ。でね、すごいすごいストイックですよね、ジュニア本当に。もうスポーツマンの鏡と言われても、それを大谷さんがあのね学んだと言いました。ジュニアのね本を見て、これだよ。ソロさんおはようです。もう女にはストリップじゃない、ね、いやいやいや。さあランボルギーニ V12 が吠えるのか。ゴーゴーゴーレッツゴーゴーゴー、ジュニア。大谷さんに悪影響が。キャージュニア、大谷さん。あなた、大谷さんですか。あ、大谷さんいますね。大谷さん。どうも、大谷です。大谷さんといっても、あなたは元ロッテの大谷ピッチャーですよね。どうも、偽大谷こと大谷です。もう引退したんで。あ、そうですか。こっちの大谷さんは、多分ロッテファンしか知らないと思います。はい。わらわら。さあ、ロッテの元ロッテの大谷さん、サンマリノに来て応援されてます。やはりジュニアですか。もちろんジュニアです。はい、ありがとうございます。じゃない方の大谷、わら。あなた、山川さん。どうも、山川です。いや、大変な時期ですね。そうです、もう謹慎食らったんで、今ちょっとね、サンマリノに遊びに来てます。はい、ありがとうございます。さあ、あなたは、あ、豊川豊さん。どうも、豊です。誰ですか。いや、わかりません。適当に名前が出ました。一般人です。はい、一般人の誰でしたっけ。 あの豊川、あの豊です。はい、ありがとうございました。なんかすみません、わら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 。さあ、いろんな方が来てらっしゃいますね。さあ、いつものロキ君、どうもロキです。それから、笹岡さん、どうも笹岡監督です。名前思い出してください。はい、どうもありがとうです。それから榎本さん、どうも。豊川豊さん、どうも豊川豊です。豊川さん誰ですか。演歌歌手じゃなかったですか。演歌歌手、私はそうですね、誰ですかね。誰ですかね、自分で分かんないですか。はい、豊川豊でした。山川豊です。はい、山川豊です。新曲出ました。はい、ありがとうございました。逆から読んでも豊川豊。さあ、ジュニア、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、ジュニア、オッケー。太郎本人の了解がないとマイナーに落とせない契約だった模様。え、そんな契約はってありなの。じゃあ落ちないじゃん、俺落ちんって言ったら。普通だったら落ちちゃうよ、ね、有能すぎる。さあ、シーソフス。さあ、インタビューコーナーゴー。ワイカちゃん、はい、ワイカちゃんです。 Hey, you are junior, OK? インタビュー OK? OK。
Julie, so what's it? It's a bullet, the part two, ten, four, ten, four, five, four. Oh, okay, number two, it's a bullet, two, three, five, five, six, seven, eight, nine, ten, two, five, four, but the first way, what's wrong? You are knowing, one, USA, knowing, two, Brazil, you are knowing, three, San Marino, you are knowing, okay? No.Win, okay? You spoil a company, you spoil non-company, okay, Papa? Oh, yes, thank you. はい、ジュニアにね、インタビューしました。1戦目 USA ノーウィン、ブラジルもノーウィン、サンマリノどうなんだい、ノーウィンの自信はあるのかいと聞いたら、何をノーウィンの自信なんかあるわけないだろうと、ウィンしかないんだと言ってましたね。はい、はい、きなこのおもちさんいらっしゃい。さあ、行きましょう。サンマリノグランプリ、レッツゴー。アンチスレでもノーウィンですと断言してましたよ。 No! ゴー、 走る前にノーウィン。はい、シェルさんもいいです。いるかよ。ゴー、素晴らしい。ナイススタート。後ろからウィリアムが煽ってきた。おいこら、おいこらというウィリアムの声。あーっと、またハプニング。ちょっといきなり今の余興がないんでね、余興がないハプニング、これいきませんね。 OK、 アグリアグリ。さあ、オッケー。さあ、ここから追い上げていきたい。あーっと、ウィング真っ赤か。うわー、ウィング赤だ。ちょっとスリップストリーム入りたい。スリップストリーム入りたい。入れない。スリップに入りたい。おいしょ。あーっと、あーっと、入った瞬間に落ちてしまった。これはいいか。さあ、3台一斉にピット。さあ、ピット勝負だ。ワン、ツー、スリー。さあ、ウィングチェンジ。オーケー、早く、もういい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 、オーケー。さあ、5台ぐらい入りましたね。ワイカちゃん、はい、5台ともね、みんなね、事故ですよね。事故に巻き込まれました。最初のトラブルね。上位陣が巻き込まれてません。おい、こら、またロータスかよ、またロータスかよという声。さあ、邪魔なロータス、バイロータスファンの人は申し訳ない。さあ、27歳のヨルさん、早く読んで。はい、ありがとうございます。35歳の男性の方、また、またハプニングかよ。ジュニア頑張れ。はい、ありがとうございます。15歳の、女子高生、どうしてもうジュニアの初勝利見られないの。はい、ありがとうございます。37歳の男性の方、おいおい、3戦目でノーウィンって初めてのことじゃないかと。まだまだ分かりませんよ。56歳の男性の方、今日もノーウィンかよ。はい、68歳の女性の方、今日のノーウィンだったら私どう生きていけばいいの。はい、ありがとうございます。さあ、残り4周。まだまだありますからね。まだ諦めてはいけない。しかし、ここはちょっと入賞にできたら御の字といったところでしょうか。ノーウィンになってしまうのか。松木さん、まだ時間はたっぷりありますからね。まだたっぷり、まあ、たっぷりもないような気がしますけどね。アンチスレではモナコ終わったらグッバイなんじゃないの。残り3周。だいぶ湧きましたね、前と。これはやばい。さあ、しかし諦めないで教科書乗りたいですね、ここはね。またね、また教科書に乗ることができるのか、ジュニア。ジュニアが農民、社内 BGM 配布だな。ノノノノ。さあ、凄まじい追い上げ。7位まで来た、7位まで来た。ポイントは取っておきたい。塩化しか流れないカーナビつけておきました。さあ、こいののの、カーナビ。 OK。 さあ、すごい速さ、すごい追い上げ。これがジュニアだ。ジュニアのポテンシャル、すごい追い上げだ。ロギ君も興奮しますね。もう大興奮です。自分のパイクの時より興奮してます。あれです、チアの車。ファイナルラップ変形や。
おいこらおいこら猫い今マクラーレンゴリンセダンですかベルガーですかどっちかです。あれあれです、2位ゴリン今の周回遅れじゃないよね、6位か。さあ6位で、6位できたか、ジュニアが6位なのか、今のは周回遅れなのか、6位なのか、どっちなんだい、どっちですかワイカちゃん、どっちかです。はい、ありがとうございます。いや、ポイントはありました、ポイント、ここでポイントゲッツ、これ大きいですね。1ポイントでも確実に加算。さあ上位はいつもの常連ゴールイン。しかしセナとの差はかなりあります。112個目足りちゃい、セナとの差は18点差。ここから追い上げすることができるのか。モナコ、これやばい。そしてモナコへ、そしてモナコへ来ました。ディスタンス3点差28、ラップ8、ウェザー5、フリーラン、ゴー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 レッツゴー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 、キャー、ジュニア、ここから優勝で教科書に乗りましょう。ここから優勝で、大学で優勝で教科書に乗ることができるのか。ミスター教科書ジュニア、歩く道徳と言われているジュニア、おっと歩く教科書、あら、さあちょっと振りそうか。まだ分かりません、まあ、ジュニアはどんな車でもいいと言ってます。走ればいいんだと、走れば。まあ、弓矢さん、ジュニア選手ヨーロッパラウンド開幕戦のイモラでしたが、またもやアクシデントに巻き込まれて、そうですね、ポイント止まり、いかやく、とにかく序盤のアクシデントを気をつけたいですよね。序盤でウィング交換したら勝てませんからね、勝てるレースも。ゴーゴー、まずは序盤、とにかく1周目ですよね、1周目さえうまくいってたら大体勝ちますからね、ジュニアはね。ジュニア、あなたウィングさん、どうもウィングです。ジャス。さあウィングの2人も来てます。わらわら。わお、ここでちょっと。ジャス。さあよし、ラストラストラスト、ジャスジャスジャス、絶対よ、力強い方のジャス、さあジャスジャス、ジュニアリバーやスタレッカーで運搬されるんですか。 No, no, no.
オッケー、セッティング、キュータイヤ、サイン会するときに呼びますよね。プラクティス、ノー、ゴーゴーゴー、ジャズでもジャズでもないよ、レッツゴー。キャージュニア、さあモナコの地元モナコでジュニア今シーズン初勝利なるか。もう地元ですからね、ここで勝ちたいですよね。ここは絶対に落とせない。ジュニア、モナコマイスターとしてはジュニアは旧タイヤでいいってさ、グリップ効かないのにな。モナコタイヤでいい、モナコタイヤ、モナコタイヤだな。あーしまった、あーっと強引に曲がろうとして失敗しましたね、ジュニアね。まあまだアタックラップじゃない、アタックラップにはまだ早い。さあ乗ってきた、さあアタックラップ、ゴージュニア、ゴージュニー、ジュニア、ジュニー。予算ないからアグリさんが使った中古旧タイヤみたいですね。 No, 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 no. ラックス最中とディアズ最中いかがすか。 No, no, no. ジュニア、オッケー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 。これは36秒台が出ないか、37秒。さあここで36秒台を目指す、ジュニア、ジュニー。出るぞ出るぞ、出ますよこれは。さあローキ君も興奮している、興奮してます。36が出ませんでした。しかしベストラップ不気味大福さん、ありがとうございます。レッツゴー、ワン、ツー、おー、スリー。ちょっと本業の業績が良くないからジュニアの分の予算が出ない。35秒台、わらわら。しかしこのマシンでね、どうしてこのま、あのこれだけ速いのが出るんだとアグリさんが言ってる、なんてこったいと。さあラップ8、さあインタビューお願いできますか。ワイカちゃん、はい、ワイカちゃんです。ジュニアインタビュー OK。 おー、ワイカ、 You areノーウィン、ブルーリー、ノーよ。オッケー、ブルーリー質問、ノー、クエスチョン、ノー。オッケー、ノーウィン、ノーウィン、NG ワード、オッケー、オッケー、センキュー。ノーウィン煽りがはかどる、わら。センキュー。あ、センキュー？おう、センキュー。はい、ワイカちゃんインタビューでした。ジュニアですね、行ったところですね、ちょっと、もうノーウィンっていう質問が禁止ワード、NG ワード、ノーウィンだと。ノーウィンがあるともうお前質問打ち切るぞと言ったんでね、ちょっとノーウィンを、ノーウィンがちょっと NG ワードにされるとちょっとね質問ができないなということで帰ってきました。はい、というわけです。はい、ワイカちゃんのインタビューでした。さあ行きましょう、モナコグランプリレッツゴー。おはようございます。はい、ズナさん、おはようございます。モナコグランプリ今ゴー。おっと、いきなりまた事故が発生。誰ですか。マクラーレンですね、マクラーレンです。はい、おいこら、おいこらという声。さあマクラーレンが前にいる、これはセナかベルガーか。オーマンダのコメントでエグアが禁止ワードになったってやつと一緒ですね。そうですね、 Go to heaven。おいこらおいこらという声、おいこら煽ってくる煽ってくる、ウィリアムだ、ウィリアム煽ってくる、すごい煽りだ、おいからと言ってますね。確かにおいからと聞こえました。ウィリアムズへ同活、ウィリアムから同活を受けたジュニア。しかしそれを難なくかわしてクリーンオーバーでクリーンオーバーでいく、クリーン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 と言いながらジュニアがキャークリーン、あなた佐々木監督どうも、
笹岡です。さあグリーン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 、丘の上にわららジュニアが笑う。さあ表彰台にはジュニアが笑って笑う姿が見られるのか。27歳よるジュニアの笑顔が見たい。はい、あれです。35歳男性の方、ジュニアの笑顔を見たいです。はい、ありがとうございます。今度こそ優勝、モナコマイスタージュニア決めたよね。はい、ありがとうございます。いろんな方からの応援ファックスいただいております。モナコマイスタージュニア、さあモナコで、おいこらおいこら、すいこい、おいこら、おあリダイフェラーリ、リダイですね、フェラーリですね。どプロスですかね、マンチャですかね、わかりません。さあもう周回遅れ来た、周回遅れ早すぎ、周回遅れの、みんなが笑ってる、おいこらおいこら、おいけ。さあ周回遅れ軽くかわして、オッケー、ナンバーワンナンバーワンナンバーワン、後ろさ2秒差、すぐ後ろに手投げるか、オッケー、周回遅れナイス。あーノノ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 ノ、おいこらおいこら、ウィングは大丈夫、ウィング大丈夫、うわー、またもやアクシデント、アクシデント発生、でもまだまだあジョイ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 、マクラーレンとウィリアムズダメージあったんじゃないですかね、マシンね、ダメージあるんじゃないですかね、ぶつかってますから、ピット入る、入りますかね、ピット入ったんじゃないですか、入ってます、入ってます、 OK、 ナンバーワンナンバーワン、ジュニアノーピットノーピット、いいですよ。さあ、あとは周回遅れに注意して、モノコマイスタージュニア、モノコでマイスター突撃だ、モノコマイスター、オーケー、オーケー、オーケー、パッ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 、あー、すごい、すごい声、すごい声、ノー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 、リアタイヤオーケー、リアタイヤオーケー、オーケー、慎重慎重、慎重、ジュニア。ジュニア慎重、オッケー、残り3周、うわもう後ろに2秒差に来てる、はい、ピット入った、ピット入って、これだけがノノノノノ、オッケー、ロータスゴー、ロータスゴーという、ロータスバーの声、周回遅れさんお願いします、オッケー、ノー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 、オッケー、さあすごい声、すごい声が、もうもう大歓声ですね、もうモナコマイスタージュニア、モナコマイスタージュニア、残り2周、3秒差3秒差、まっすぐ後ろいる、モナコマイスター、アンチスレでも周回遅れさんが仕事してノーイン継続してる、ノー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 、オッケー、オッケー、いいところ、いいところ、レッツゴー、オッケー、いいですよ、ボンボン、さあジュニアの優勝みたい、集中の少年、僕は手術する、はい、ありがとうございます。さあタイヤがちょっとやばいが、残り1周、ファイナルラップ、変幻せよ、ファイナルラップ、オッケー、 This is ファイナルラップ、5秒差、慎重に行けば大丈夫、大丈夫、丁寧丁寧、さあノーノーノー、あなたは佐々木監督ですか、どうも佐々岡監督です、はい、ありがとうございます。さあタイヤが大丈夫、大丈夫、丁寧丁寧丁寧、超丁寧、ジュニアの走りは丁寧ですね、クリーン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 、初勝利クリーン、これがクリーンなジュニアだ、これが次世代とジュニア、オッケー、反撃のドロシー、モナコグランプリ連覇なる、さすがモナコマイスター、地元モナコで輝くジュニア、まだバーストしろ、パチパチパチ、センキューセンキューセンキュー、パチ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 、あセナのノーポイント、あやはり最初に事故ったのはセナでしたね、ピレリタイヤならば、さあ今週の初勝利、まさに天才的な走りです、圧倒的な速さで優勝、セナノーポイント、ベルガーが17ポイント、ブーテン15、ザ・ジュニア12ポイント、射程圏内に来た、9点差。
十分射程圏内、9点差なら。綺麗にお走り切りましたね。イエス、メディアム、ノー、ノー。いつも通り、いつも通り、普段通り。さあ、ランナンバー5 in Canada、モントリオール、ディスタンス 4.3 キロ0メートル、ラップ7、ウェザーファイン。天才的な走り。天才的。ウィリアムズからしたら天才でしたね。天才ですね、まさに。オッケー。フリーラン、キャナダ。ジュニアのイン弁当発売中止のお知らせ。ノーノーノー。ジュニア、ウィンウィン。ウィンウィンウィン。チーム、ジュニアの、ウィンウィンウィン。ジュニアのだけ使う。ノーノーノー。グッドギア。さあ、綺麗な走り。うん。うん。長い直線からライト。オッケー。オッケー。オッケーゴー。まあ、弓矢さん、弓矢選手さすが地元と言ってるものでようやく今季初勝利とチームの初勝を飾りましたね。そうですね、やはりね、もうジュニアはモナコ、モナコマイスターですから、モナコでは負けられないと言ってましたからね、常々ね。やはり初勝利がモナコ、これは運命的なものを感じますよね。ゴー。さあ、勢いに乗って連勝したいですね。まだまだ点差がありますからね、9点差ありますから、ここでセナに少しでもポイント差を縮めておきたい。まあセナノーポイントだったんでね、ここは痛いですよ。37秒。オーノーノー。ゴー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 。レッドコーナー、オッケー。一本のアンチスレでは、あの3台のアクシデントはジュニアに火があってペナルティが妥当なのでは。どこに火が、どこに火があるなどファンスレでは言ってますね。ファンスレ、オッケー。ファンスレですよ、ファンスレ。ゴーゴー。マンチスレなんてどこにあるんだいって言ってましたね、もうね。ゴー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 。そんな存在しないものを言われても。ノノノノ、世界にね、もうね、世界の人口より多いと言われてますからね、ジュニアのファンは。ゴー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 。アンチスレしか機能してないから実質ファンスレ。その数が合わないんだけど、どうなってんだ。ノーもうノーノー、もう一人が複数のアカウント使ってるってことでしょうかね。ゴーゴー。ファンスレ不自然な黒い桜のコメントが。ゴー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 。ファンスレは5年でやっと息詰まるかどうかですよね。ゴー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 。オッケー。私はそれは YouTube の登録数も不自然な、あの、なんか最近なんか見てみたら10人ずつ上がってんですよね。なんかおかしいな、10人ずつ。なんかキリオグ10人ずつ上がることなんてあるのかと思ってね、なんか最近見るたびに10人上がってるから、おかしいな、これなんかどうなってんだこれ。ドラゴンナイトの人でも人がなんか複数アカウント取ってくれてんのかなって。なんか大変です。まあいいんですけど。フォロワー買ってるんですか？いや、わかんない。わらわら。なんかね、たまに見ると10人上がってるんですよね。前とか1人とかしか増えてなかったのに、なんか今最近なんか10人、なんか決まって10人なんですよね。だから毎回キリが良くなってる。おかしい。さあ、9体プラクティス。
ゴーゴーゴー、キャージュニアレッツゴー。ワコックス、いらっしゃい。ファンサイトの写真投稿よりもアイスプレの決定的瞬間投稿の方が多いと聞いて。ノーノーノー、モナコグランプリで勝ったジュニア、ここから勢いに乗って。キャンバーはいじれないわ。練習したい。キャンバーいじれるのはスペシャルからだっけ。早くキャンバーいじりたいですね。まあこの頃まだ F1 サーカス90、91万だっけ。まだ予選が1回だけですからね。スペシャルから予選2日になりましたから、1日目はちょっと流してね、2日目でキャンバーキャーキャンバー20っていうあのあれができるんですけど、ジュニア、さあ予選プレゼントフロムキャナダ、ジュニア、キャンバー20本当好き、キャンバー20、37秒、0コンマ33縮めるか、ジュニア、はい、いらっしゃい。 F1 サーカスインキャナダ、ここは勝負出よう、あのレッドコーナー勝負、レッドコーナーで勝負出るつもりだ、ジュニアはレッドコーナーを勝負行くのか、勝負いった、お勝負勝った、オッケー、これは36秒いくか、勝負来ました、勝負に勝った、4、5、6、なあぴったり7、オッケー、アガドダイブをされました、2、4ジュニアセカンドロー、オッケー、いいところ、アグリさんがブービーショー、さあスターティングポジションナンバー4、いいところですね。さあワイガちゃんインタビューお願いできますか。 OK You are junior congratulation in Monaco. OK You are first win. Oh, oh thank you very much. Oh Monaco, oh sorry Monaco のキャナダ、キャナダグランプリ、 OK OK Canada is a place for sport for itOh, Canada Grand Prix, oh, Sepore, and Post, but this will find the number four, and Perfaro. That's why. What the? Why can't Tamaniwa Homeru ne, you are Pore Pore? Oh, Tamaniwa Junior Homeru, Opa Pore Pore. Oh, yes, that's Pore. はい、Junior 選手ね、Monaco Grand Prix 優勝、ファーストウィンおめでとうと言いましたね。はい、そしたらたまには、ワイカも褒めるんだなと。来たんでね、たまには俺も褒めるよと、ね、ちょっと言ってやりました。はい、それだけですか。あ、それだけです。中身中身のないインタビューですね、相変わらず。私のインタビュー中身を求めてれたんですか。いやいやいや、もっといや、それはある程度ちょっと中身が欲しいなと思っちゃって、私のインタビューほぼ中身ないですから。はい、というわけでワイカちゃんのインタビューコーナーでした。さあキャナダグランプリ、ジュニア4番手からマクラーレン2台を追いかけます。ゴール、あ、ちょっと遅れた、ちょっと遅れた、オッケー、出遅れた、ちょっと出遅れましたね。あーっと、あーっと、とっと、ベネトンが死ぬんだ、ベネトンが死ぬ、あーっと、さあ敵が逃げた、事故へ、しかし巻き込まれていないな、ジュニア、おいこら、おいこらだ、フェラーリがやってきた。赤旗は出ない、赤旗初代でないの、出たことないよね。さあ、オッケー、さあ、ウィリアムズが見えた、6番手、オッケー、さあ、前がいる、前がいる、さあ、ウィリアムズ、ププ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 、ここはちょっと追い上げたい、丁寧についていってほしいですよね、27歳より丁寧についていって、はい、ありがとうございます。
35歳男性の方も、ここは我慢のしどころ。はい、あれです。ここは我慢、ここは我慢。オッケー、我慢のしどころで抜いた。オッケー、ザファイナルコーナー。オッケー、このラップ38秒ぴったり。5番手いいですね。おいこら、おいこらで、ウィラム、あっと直線でちょっとエンジンパワーで、エンジンパワーで負けるジュニア、ちょっとこれいきませんね。エンジンがね、ちょっと、エンジンのパワーでまた抜かれてしまった。エンジンのパワーはテクニックでカバーしたいですよね。テクニックでカバーしてほしい、ジュニア。オーケー。さあ、テクニックでカバー、テクニックでカバー。テクニック、おいテクニック。ランボルギーニ V12 は辛い。一瞬スリップ入りましたけど。OK、 6番手ちょっとこれ追い上げられ、あーこらおいこらおいこらという声、おいこらで後ろから少しでも緩めたら後ろ追いつかれますね。これね、かまほられる、かまほられる、かまほられる、あー邪魔ったって、もう何やってんだよ、なんであのオーバーすんだお前は。あーっとウィリアムズがオーバーしてジュニアに当たってきましたね。これはいけない、これはいけない、大外から。さあ6番手変わらず、あーうわー、ちょっとカナグラム、これはエンジンの非力なエンジンでは勝てないグランプリなのか。1台抜かれてこれノーポイントじゃないですか、ジュニア。よくやってますけどもね、この非力なエンジンで。しかし1段階上にランクアップしないとジュニア勝てないのか。ここは少しでもポイントを上げたいですよね。7番手ポイントがない、これきつい。ラルースではこんなものなのか。スピードが全く上がってませんね。本当に6速に入ってるのかと言ってます、ジュニア。これ6速なのかと、6速がないじゃないかと。あー、なかなか前が見えない。さあ前がピッと入ってくれたらいいんですけど、なあノーピット、ピット入らない、ジョイジ。うわー、ここでノーポイント痛い。せっかくのモナコの優勝は消し飛んでしまう。モナコの優勝は消し飛ぶ。わあ消し飛んだー、これは痛い、これは痛い。あーあー、もうダメですね。ジュニア、ここでノーポイント、ノーポイント。あー、これは痛い、7位。ベルが優勝、ブーツェン、セナプラス、おっと、これベルが逆転したんじゃないですか、並んだか。おお、よく頑張る、うるせえうるせえ、前のクラブに優勝してるだろ、この野郎。あと一人来たじゃねえか、この野郎。お前は誰なんだおい、ワイカの変装だろ、ワイカちゃんが変装してた。あ、ジュニア、ジュニア、ノーノーインタビュー。ジュニア、あの、どっか行きました。あれだけやられて完走できたことへの褒め言葉。ベルガーが逆転。さあ、メヒコ、メキシコシティ、 4.413km、 ラップ7、ウェザーファイン。いいなぁ、いや、ハイだよね、ハイギアだね、ウィングも寝かせてる。さあ、ジュニア、もっともっと速くしてくれと言ってます、もっと速くと。ゴーゴーゴー。さあ、メキシコ、ラックスタコスの聖地、聖地メキシコで、タコスの本場メキシコで、ジュニア、
キシコに入ってからラックスタコスのプアに引っ張りだこですね。そうですね、メキジュニア忙しいですから非常に。おっと右にずっと、スポンサーの意向ですからね。まあジュニア本当は CM 撮影の時間があったらね練習したいと、常に、ね、トレーニングしたいなと言ってますけどね。まあスポンサー側の意向だからね、僕にまあお金出してくれてる人だから、まあしょうがないんだと。ジュニア選手カナダではついに今季ノーポイントのレースになってしまいました、ね、そうですね、ずっとポイントだけはねゲットしてたんですけども、これは痛いですよね。まあモナコで優勝してただけに、これから追い上げるって時のノーポイントですから、これは非常に痛かった。まあただここでねまた優勝したいですね。ノー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 、ゴーゴー。うん、ここもしかし高速ですね。エンジン、この非力なエンジンに追いつけないかもしれないね。難しいコーナーがない。難しいコーナーがあればね、アンチスレでも F1 関係者150人がラックスタコスで食当たり起こしたネタを掘り返していますね。No. No, no, no. そんなことは過去になかったと。ゴーゴー。うーん、ここはちょっと難しいコーナーがないんで厳しいですね。No. No. 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 いやいや、そんなもみ消しの事実もない。最近しかしジュニアはね、警戒してますから。さあ、タイヤ、旧タイヤ。さあ、メキシコ、メキシコグランプリ。おう、ゴーゴー。あ、リアル、リアル、あれで。リアルグランプリで。そんなことがあったの。さあ、それはまあラックスタコス。それから全部タコスがラックスタコスになったという話ですね。OK。やはりラックスタコスが安全だと。オッケー。ラックスタコスには異常な常習性があるって指摘されてますね。もう美味しすぎてね。さあ、タクラップ！ギャー、ジュニア！バボラー！ネタ、あるタコスは食べなければ安全なんですよね。実質鑑賞用。No. 食べて美味しい、見て美味しい。No. Go 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 go。さあ、アクセル離さないで37秒2球。アクセル踏みっぱなしでこれか。ジュニア。オーケー。ジュニア。デン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 。アクセル踏みっぱなし、はみ出てないで。これだからもうタイムの伸ばしようがないと思うね。2球。さあ、スターティングレッツ、セナ・ベルガ・マンチャン・パトレーゼ・ジュニア。
ちょっと予選で前行かれてるんでね、ここからちょっと追い上げるのはちょっとこのレースでは厳しいか。まあなんとか表彰台、そんなそこまで防腐剤をカチカチやってるのはね、羊羹じゃないですか。羊羹結構ね、来年の7月とかだったからね。おやかちゃん、インタビューお願いできますか。はい。はい、ジュニア、インタビュー OK。You NG ワード OK。おお、NG ワードノーウィン OK。おーや、OK。NG ワード OK。おーや。はい。You are Canada Grand Prix。おー、Canada Grand Prix は、おー、ナンバーセブン。You are number seven, no points。ああ、You are no points。おー、First no point race。OK。ああ、You are no points。おー、Let's go。Canada, no point. Mexico, Mexico, Ultraman, no point. All the first time, no point. Oh, it's your. Why? Stop, stop, stop. Oh, why? Why? You are second, no point, no point, no point, energy wall. Okay, no point, energy wall. Okay. Oh, sorry, sorry. No point, energy wall. Oh. Okay. Oh, thank you very much. Oh, it's been no? Okay, okay.そろそろはい、インタビュー終わりました。ノーウィンはもう NG ワードだったんでね、ちょっとあえてこれもうノーウィンの代わりにノーポイント、ノーポイントだったんで、カナダグランプリノーポイントだったねと、言ってみたんだけど、おい、さっきからノーポイント、ノーポイントと、お前ノーウィン、ノーポイントも NG ワードだと言われたんでね、ちょっと次からどうしようかと迷っているところです。はい、インタビューコーナーでした。はい、相変わらず中身がなかった、インタビューコーナーでした。さあ、行きましょう。メキシコグランプリ、厳しい戦いが続くジュニア。なんとかこれね、ポイントは取りたいですよね。序盤ゴー。さあ、いきなりウィリアムズがスタート良かった。スタートダッシュ決めたウィリアムズ。ジュニアもついていきたい。 OK。 もう無視で良いんじゃないかな。さあ、何聞いても大したことは言ってませんよジュニア。どうだ、はみ出てる。あー、ちょっとちょっと、ここでついていきたい。さあ、折り運転に負けない。さあ、この長い直線、ここでエンジンパワーが試される。残り6周、後ろからどんどん追い上げてくる。後ろからね、追突がありますからね、恐怖の追突、これ怖い。 C タイヤでもこれフルアクセルでね、いけるとこですから。ちょっとここ今話しましたね、ジュニアね。さあ、あなたは佐々木和弘さん、どうも嫁がお世話になってます。はい、ありがとうございました。27歳が終わる。はい、ありがとうです。35歳の男性の方、頑張れ。はい、ありがとうございます。50歳の女性の方、頑張れ。はい、ありがとうございます。さあ、いろんな方から。70歳の女性の方、タコス美味しい。はい、ありがとうございます。あー、ちょっとエンジンで負けくっそがー。ここはちょっと厳しいね。おいこら、おいこら、でこい。1年目でも、1年目だとこれまだいいんだけどね、2年目以降ちょっとチャンピオン取ってたらコンピューターのタイムが上がってない、ちょっと全体的に。さあ、ポイントは取ってるか。もうちょっとポイント欲しいですね。ポイント欲しい。できれば表彰台行きたいですね。表彰台、表彰台に行きたいところですが、ピットインしないと厳しいか。ここはオッケー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 。さあ、フェラーリを抜いて、おい、まだ、うわぁ、そうですね、あるかもしれませんね。初代もなんか2年目以降若干早く、ワールドチャンピオンだったら早くなってる気がしますね。ちょっとね、後ろからカマを掘られた。置いてきなくなっちゃってるからね。1年目は結構ね、ぶつかってもアンチスレではフェラーリ無事と絶賛の声が、ブラジルとか優勝できてましたからね。やはりちょっともう慣れたということでスピードが上がってるのが、おいこら、おいこら、かすった。これ大丈夫、かすり運転、こすりましたね、今のは大丈夫ですね。
なんとかポイントは取っておきたい。1ポイントでもね、とにかく積み重ね、チリも積もれば山となる。6位。確かに後ろとの差がほぼない。この状況 OK、 ミスができませんよね、もうね。ここはさあ追い上げたい。前との差どれくらいですかね、わかりません。はい、ありがとうございました。さあ来い、チリも通る。いやいやいや、さあ来い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 。ジュニア、カモンカモンカモン、久々にジュニアカモンコール。メヒコタコス、さあベストラップ、ベストラップでファイナルラップ。来い、今来た、来いまで来た。オッケー、弱いまで来たいか。さあ来い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 。ジュニアカモンカモンカモン、ジュニアカモンカモンカモン。さあちょっと上位陣はちょっと来た、来た、フェラーリ来た。オッケー、フェラーリ抜いた。4位来た、4位来た。さあジュニア来た、来たわよ、ジュニア来た、来たーって一斉に駆け抜きましたね今ね。来たー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 、サプロック、ナイスブロック、すごい。ブーツェン、プロスト、パトレイズ、ジュニア、マンチャン、あとマクラーレン勢が、マクラーレン勢全滅。なんとマクラーレンで2台、なんと初めて、今週の初めてマクラーレンの2台がノーポイント。これによってこれはとんでもないポイントになりますよ。これアンチスレではコリジョンルールダメ。ブーツェンが逆転、ブーツェン逆転、ブーツェン逆転。そしてプロストとジュニアが並んで、アイルトンのね、アルファベット順でアイルトンで、ということでね、アイルトンじゃない、アイルトンプロストじゃないや、アランプロストだ、アイルトンだ、アランプロストということで、A が先に来ております。15点差ということで、まだまだジュニアにもね、チャンスあります。ジュニアにもチャンスがある。さあ、ブーチェンは、初優勝を目指して、初のワールドチャンピオンを目指して、ここで、ポール・リカール。さあ、ラウンドナンバー7。離婚した、離婚したの、ブーテン。ポール・リカール、浮気でしょうね。ディスタンス 3.813km、ラップ8、ウェザーファイン。フリーラン。さあ、ポール・リカール。さあもうまさに私にはフランス人の血が流れていると言っているジュニア、フランスの血が流れているんだと常々言ってる、私にはねトリコロールの血が流れているんだと言ってるジュニア。さあ、あ、コメントがね、コメントが正反対だったという。フランスの血にジュニアが降り立つ。山川残念ですね、和骨。さあ入れましょい、 F1 グランプリ in フランス。山川ジャイアンツへの道になってしまうのか。誰がうまいこと言うと、あ、あなた山川さん、フランスにも、はい、今ちょっと暇なんでね、フランスにも来ました、すいません。あなた怪我させたんですか。それは違って言います、怪我はさせません。血が出たって言ってますよ、血は僕の血です。え、僕の血がついたんです。それはどういうことですか。僕がちょっと怪我しちゃったんですよ。いや、女性の方が怪我したって言ってます。それ以上は弁護士に任せます。弁護士先生に言ってますんで、弁護士が話をつけます。はい、ありがとうございました、山川さんでした。今ジュニアの F1 レースに集中したい、観戦したいに集中したいと言います。あれ、山川さんの隣の女性はこれは奥さんじゃないですよね。あっ、しー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 、山川さん他にも女性が違います。これは友達です。いや、友達と、女友達連れてっちゃダメじゃないですか。ちょっと、山川さん、ないよ。ちょっと山川さん、山川さん逃げました。山川さん、今女性と二人でしたね。フランスに来てますよ今ね、来れない人ですね、山川さんもね。さあジュニアのフリー走行、あぶん、何やってんのよ、わら。
ランスでここで19ポイント取ればまだセフレわらわかりません。38秒33、ライトライト2回ライト2回ライト2回信じてたのにわら。ユミヤさん、ジュニア選手メキシコでは粘りの走りでしぶとく4位に入りましたね。そうですね、しぶとい走りでした。まだまだですから分かりませんよね。ここでポイントを取ることが重要です。とにかくマクラーレンの上行きたいですね。マクラーレンブーテンのね上に行っておきたい。ここもちょっとレッドコーナーがないとこですからね、ちょっとエンジンパワーの差があるかもしれませんけれども。どんどんどん、ジュニアは右に来る、OK。で、右2回の左ね、ここコーナーサイン出せよ、コーナーサイン出せよという声、今出ました。コーナーサインがさっきは出てませんね、序盤のね、コーナー。右2回、左1回、右、左。ここら辺は緩いコーナーが続きます。右これ長めから左、ここもフルアクセルでいきますね。ここはねアクセル離すことなく右2回出ましたね。右1回2回すぐ左が来ると、これまでもね分かってたらノーアクセルですね。もうねノーアクセルとアクセル踏んでください。アクセルは踏みっぱなし OK ですね。ここねCタイヤでも問題なくアクセル踏みっぱなしで行きますね。ここはね GO 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 うーん37秒、まあこれが限界でしょうね。さあセッティング、タイヤ9タイヤ、さあフランスグランプリ Go 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 Let's go 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 ジュニア Go さあキャージュニア、ジュニア出てきました。右2回、まあ、フランスグランプリここだ、ここですね。ここ気をつけたいですね。唯一気をつけるところ右2回からの左、あとはもうね流れでコースを覚えてなくてもコーナーサインにこのサインで反応すればいいだけですね。ただねコーナーサインで反応するようにしてたらたまにコーナーサイン出さないときありますからね、そこも気をつけたいですね。コーナーサインで出てないとき、もうコーナーサイン当てにしてたら出ないでね、いきなりコーナーではみ出ちゃったとかよくありますから、そこはジュニアねちょっと油断は してほしくないですよね。1回2回すぐ左が来ると、ちょっと左早すぎた、ちょっと今ね左に行くのが早すぎましたね。無線、ここはチームの地元だから母国のベルナールを優先させるからな。 OKOKOK、ベルナール行けたら行け、ベルナール行け、はいいらっしゃい。 F1 グランプリ in France、 ベルナール行けたら行けと言ってます。さあ、タックラップ3周目37秒21、さっきとフリー走行と変わんないじゃないか。さあここからは37秒切りたいところですけど、ちょっと無理かなこのエンジンだと。ファイナルコーナー、37秒13、バースを取りなさい。さあチームの地元で1、2、3、4、5、 OK。 おばきゅうアグリさんがしんがりを務めます。イエーイ、The setting or lesson。 はい、ワイカちゃんインタビューお願いできますか。はい、ワイカです。インタビュー OK、 You do a junior OK、 OK ジュニア OK、 フランスグランプリ What's the brother the way
おー、そこへ。よし、フランス行こう。凱旋門、凱旋門、フランスパン、フランスパン、おー、フランス、ピエール、ピエール、オッケー、おー、ナポレオン、ナポレオン、スロバート、キャノンシュート、キャノンシュート、スライダーシュート、スライダーシュート、オッケー。フランスシュート、オンパボレ、エスカルゴ、エスカルゴ、オッケー、エスカルゴ、ラックスカルゴ、オッケー、エスカルゴ、I don't know, I don't know. 中身がなさすぎる。No delicious?エスカルゴちょっと、ノー、ドン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 、ドいまいちなスボスになれないキャプテン翼のフランス、はい、あのピエールとナポレオン、キャプテン翼のね、フランスといえばあのピエール君のクレープ食べたいです、スライダーシュートね、ナポレオン君のキャノンシュートが、印象に残ってるねと言ってましたね。フランスとクレープも有名ですかね、クレープ。さあ行きましょう、フランスグランプリ。ジュニアにフランスの血が流れているのか流れていないのか、このレースではっきりする。さあ今フランスグランプリの開幕、いいロケットスタート、オッケー、二段右折から、オッケー、誘惑、もうジュニア二段右折、あーとしか行こう、すぐに抜かれた、すぐに抜かれる、すぐに抜かれる、せっかくのスタートダッシュをエンジンパワーで持ってかれましたね。まあこれはしょうがないんでね、ついていくことですよね、相手のミスを、ミスで、ミスを待って、じっくり待ってね、そこを抜いていくしかないですよね、エンジンパワーで負けてる分は。じっくり抜けばね、ミスはありますからね、まあ、ジュニアがミスらないことですよね、あとはね。さあ、ナンバー4、1、2、あっ、ここが危ない、スリップストリームに入るか、うん、入れない、入れない。さあ前のマクラーレンに置いていきたい、マクラーレンよりはちょっと上行っときたいですね、ブーテンも前行ってますからね、ブーテンにもちょっと置いていきたいところ、まあ、ブーテンとしてはここで独走したいところですね、 ポイントを取ってね。さあ27歳より早く読んで、はい、ありがとうございます。35歳の男性の方、フランスで優勝見たい、はい、ありがとうございます。29歳の男性の方、ジュニアにいつも元気をもらってます、私も元気にしたい、はい、ありがとうございます。さあ、58歳の女性の方、私は女性です、ジュニアを応援します、はい、ありがとうございます。98歳のフランス人の方、私は98歳のフランス人です、ジュニアを応援します、はい、ありがとうございます。22歳の、フランスの方、私もフランスです、ジュニアのフランスでの優勝見たい、はい、ありがとうございます。いろんなね、フランスの方からもね、多いですね、はい、19歳のフランスの方からも届いております。さあ、あー周回遅れに、なんでフェラーリ周回遅れてたの、こらーこらーという声、うわーこらーという声で5位に転落、これは痛い、ジュニアがミスっちゃいけませんよね、まあジュニアの今ミスじゃないですけどね、周回遅れがいきなり出てきたんでこれは避けられない、ウィングダメージ。アンチスレではメキシコに続いてフェラーリ本当無事、これはねフェラーリがちょっと余計なことしましたね、まあ前のチームメイトなんでね、まあ総理総理とは言ってましたけども、まあ、ファンにとってはね、謝ったで済まされないぞと言ってますよね、なんだよ元チームメイトにと。さあ OK 周回遅れ抜いて、いや周回遅れじゃなかった、白旗出てましたっけ、白旗出てませんね、追い上げたい、ただウィングが黄色なんでね、もう一発ももらえない、暗いダメージでウィング折れちゃいます、もう折れかけてます、同一周回のマシンでしたね、翼を折れたエンジェル。さあうん、50残り3周、 OK、 これもう10年もうね完璧な走りしてますよ。
してますけど追いつきませんね、これはね。これはちょっともうエンジンパワーの差なんで、もう向こうがピット入るのを待つしかないですね。祈りしかない。もうジュニアファン祈ってる。祈り栄翔ささやき念じろ。さあ一生懸命ささやき狼、あなたはささやき狼、はいささやき狼です。さあ4番で上がってきた、4番で上がってきた、さあ4番で上がってきた、4番で上がってきた。さあジュニア生還するのか、生還それとも灰になるのか。もうジュニアはもう灰ですよ。レーシング灰、レーシング灰。もうジュニアのテンションマックス、テンションマックス。オッケーオッケー、もうフルスピード、フルスピード、すごい走りを見せている。またベストラップか、これベストラップですね。完璧な走りですよ。ベストラップ37秒、予選よりもいいタイム出してる、予選よりもいいタイム出してるのに追いつけない、これ悔しい。予選よりもいいタイム、それどころか周回遅れが出てきた。周回遅れいらないって、いらないよ周回遅れは。僕が欲しいのは表彰台だ。ノーヒデキ、あー1位もうゴールしてる、マクラーレンがゴールした。まだ周回遅れかよ。うわーマクラーレンワンツー、これはマクラーレンはおベネトーキだ。そして4位がジュニア。あーセナがベルガーズともにワンツー決めて、ナニーニが4ポイント、ジュニアブーテンがちょっと痛い2ポイント。さあゴールイン、4位入賞です。34、32、32でブーテン。さあ大混戦18、さあ16点差ですかね。さっき10、まあまあね、まだまだまだチャンスある、まだ半分いってませんからね。これでようやく折り返しのラウンドナンバー8 in Great Britain Silver Stone Distance 4.778km Lap 7 Weather 5 Freedom。 あしかしシルバーストーンも高速サーキット、高速サーキットはちょっと不利なマシンですけれども、なんとかねついていきたいですね。ここのここを乗り切ればテクニカルサーキットに行きますから。オッケー。まゆみやさん、yes. ジュニア選手大事な夏の高速3連戦の初戦フランスも4くらいと粘りの走りを見せていますね。そうですね、まあポイント取れたのはいいんですけどもね、やはりこのジュニアとしては物足りないポイントですかね。表彰台は欲しかったですけどもね、まあまだポイントついててるんで離されないようについていくだけですよね。ゴーゴー、右だった、ゴーゴー。ここもね難しいところはないですね。ほうね、ずっと直線長いですね。追い越すところがちょっとねないですね、ここね。あ、これ左だったわ、ね、最初左から右、次は左かな。 OK、 Go 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 Go。OK、 ラストワン、ゴー。ピットの愛花ちゃんが今日も煽りにくいなと渋い顔してましたね。もうまあちょっと NG ワードになりましたからね。愛花ちゃん自体が NG になるかもしれませんからね。お父さんの時は愛花ちゃん NG になりましたからね。もう愛花ちゃんとはもう
ね、険悪な中になりましたから。オッケー。さあ今週時間的に最後のレースでしょう。ザ・プラクティス。ゴーゴーゴー、レッツゴーゴーゴー、ジュニア。キャージュニア。まああの一家に好かれても共犯かと疑われるし。さあ。ゴー。オッケー。オッケー。左。さあ長い直線。アタクラップ。ゴー。さあライトコーナーからくねっと曲がって。オッケー。右に行っとく。ここもくねって曲がる。はい、オッケー。ジュニア。また曲がる。左、オッケー。さあ、あとはもうファイナルコーナーのみ。これがファイナルコーナー。36秒86。キャージュニア、ノノノ。オッケー。イエス。ジュニア。ジュニア。オッケー。ラストレフト、ライトでおしまい。ちょっと危ない危ない危ない。2周目の動き方。はい、3秒18個目でしょ。さあ、スターティングレッツバンチャー、どんなレベルか、ジュニア。お、マクラーレン勢が、マクラーレン勢の間に挟まれてますね、ジュニアね。はい。ベルガード、その間にピケもいましたけども。これはチャンス。ポイント、トップのセナがちょっと、ジュニアの後陣を排してますんで、ここはチャンスですね、シルバーストーン。ジュニア、インタビュー、OK?OK。Hey, Junior, you are superstar, great Britain, you are great, okay? Oh, yes, oh, my father is great, great driver, oh, your father is great, throwaway. Oh, my, I'm great interviewer, okay? No, you are no great interviewer, okay? Oh, sorry, sorry. No problem, you are great driver, oh, no problem, great, 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 okay, great, this is your white pipe. Thank you.はい、ジュニアのインタビューですね。グレートブリテンということでね、君にとってグレートとは誰なんだと言ったらね、やっぱりね、偉大なお父さんがね、グレートだと。お父さんはね、非常にグレートなドライバーだったということでね、僕のことはどうだと。僕はグレートなインタビュアーだろうと聞いたらね、お前はグレートじゃないよと言われましたね。お前ね、お前は煽り専門だろ、この野郎と、言われました。はい。さあ、グレートなドライバーになれるのか、ジュニア。行きましょう。今週最後のレース、シルバーストーン。偉大な犯罪界の黒幕。さあガーン。なんといきなりのキャージュニア。キャーと、あーと巻き込まれた。ウィング折れた。あー寄ってきたぞ。おい最悪。寄られてきた。あのチームメイトが寄ってくんなよ。あんたら最悪だ。もううわー、このコースでこのウィングの4速は痛い。アンチスレではやったぜ。あとはリタイアすればか。うわー、これは非常に痛いですね。
まだこんなところ走ってますよ。あ、セナもどうやらちょっとこれはピットですね。今のスピードからしてウイング折れてますね、セナもね。さあ早くクイ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 ク後ろがかまほられないようにしないで、かまほられるのは嫌よ。27歳よる、はい、ライデン。35歳の男性方がかまほられないように気をつけて、はい、ライデンです。45歳の方、ここから追い上げ、チモだチモだ。オッケーオッケースリップストリームから、オッケースリップストリームからの大差、すごいジュニア、これがジュニアの走りだ。やった、ジュニアやりましたね。見事なスリップストリームでしたね。スリップストリームからの一瞬にして回避しました。本領発揮、これがジュニアだ。久々ジュニアの走り見たわね。35歳の男性の方、41歳の女性の方も、あ、今のうまいわ。15歳の、女子高生、今ぶつかったように見えたんだけど、ぶつかってないの？ぶつかってません。18歳の女子高生の方、私はぶつかったように見えた。19歳の男性の方、あれはぶつかったんじゃないかな。さあ9番手パーフェクトポイントまでいかないで、しかしセナに勝ってるんで、セナが今ポイントないんでね、ここでポイント届きたいんですけどね、ここでポイント張りたい、なんとかポイントに行きたい。ここでポイントいかないとセナちょっとノンポイントですからね、今ね痛いですよ非常に。あれベルガーってことはないんですか、ワイカちゃん。あ、ベルガーの方が予選前でしたからね、それは考えられませんね。さあベースラップ7位まで上がってきた。さあポイントはあと1歳、ここでもうベストの走り、ベストの走り、ベースラップ常にベストを心がける男ジュニア。さあベストの走りができればポイントは自然とついてくる、自然とついてきますよね、この走りをすればね、この走りさえしとけば OK。さあ周回遅れが怖い、いきなり出てきますからね、奴らはね。あー危ない、あー危ない、ピット入るとこだった。妖怪さん、ここまで来た、超えてきた、超えてきた。さあ周回遅れがまた来ている、周回遅れに邪魔されない、ジュニアのポイント争いを周回遅れに邪魔されてなるものかと。ピットインオーケー、危なかった、強制ピットイン。さあ周回遅れ抜かして、オーケー、ベネット抜かして、さあまだまだ表彰台を見えてほしい、表彰台来い、表彰台来てほしい。さあまたしても36秒台来た、ベースラップ、んー、あと2台厳しいか、表彰台まであと2台。さあ後ろにはもう置いてかれない秒差、あと前前前前だけ見つめている。あー、フェラーリの優勝、んー、フェラーリワツー、このレースフェラーリワツー。あー、今ウィレムズ来た、あー、マクラーレン、これベルガーか。あー、ジュニア5番で、しかし追い上げ、まあ序盤のが痛かったですね、いや痛かった。プロスト、マンチャン、ブーツェンベルガー、ジュニア、中、あ、中島さんポイントゲット、中島さんポイントゲット、これは嬉しい、日本人ドライバーとしてね。ゴールイン、5位に入賞です、嬉しい。ブーテンが再びトップ、さあすごいポイント争い、ジュニアとの差は16ポイント差変わらず、トップとジュニアの差は16ポイント。さあこの16ポイント差を折り返しでね、逆転できるのか、ちょっと差はありますけれどもまだ分かりません、まあ、ジュニアまで、まあパトレーゼはちょっと厳しいかな。
中島さんがね1ポイントきました。これで中島さん2年連続のポイントゲット。本スレでもジュニアの極来よりも中島さんのポイントに盛り上がってますね。さあベースジャムに高速サーキットですけれども、また来週ですね。バックアップ OK。 A が多いですね。 I のアイサ、 D クキ Z、 B キー、 B キー UA、 AQAA、 AAAA、 AAAA、 AAAU、 B コアイク、 OA7、 M ソ、 IM、 OA、 B、 タエーね、タエード。わかりやすいですね。アルファベットとひらがな、 色変えで分けてくれてるんでね、親切なパスワード。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。 PC エンジン版 F1 サーカスは毎週土曜日やってます。また来週 See you next week! Don't miss it! オツでした。はい、オツでした。オツでした。オツ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 でした。オツです。オツオツでした。お昼後は球場でお会いいたしましょう。